everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。まあ、音が出てない。はい。音が出てない。はい。はい。音が喋ってる。はい。皆さん、こんばんは。6月15日火曜日午後10時になりました。FM79.7MHz、FM ギノワンの電波をお借りして、名古屋にあるダンサーズスタジオから、キウナ名古屋、お送りいたします。今日はですね、こちらのスタジオ入る前ですね、もう30分ぐらい前ですけども、名古屋、大雨がね、降りましたね、こう雷がね、かなりね、きつくね、なんていうんですか、光がですね、もう、ピタッというのがね、もう王子びっくりしてしまいましてね、もう王子のね、リトルプリンスもね、本当にあなたも同じようにびっくり。そんな感じでございます。滑り王子マスクマンでございます。はい。オープニング、急に喋らないマスクマン。どうしたのかなと思ったけど、雷に声を取られちゃったのかな？ジョニコミスキーと。今日ですね、雨がすごく降ってまして、ちょっとですね、雷が落ちるとこの放送、シャットダウンしてしまうという。ちょっとドキドキしましたね。ダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは自転車、バイスクール。今週のテーマは自転車です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。この番組は、沖縄の紅芋丸焼き、誠餅店、陸上、海上輸送一貫サポート、東海共和、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。先週のですね、アイスクリームのテーマがまだ残っておりますので、はい、はい、ゼリー型警部からですね、ありがとうございます。ありがとうございます。アイスクリームはいろいろ種類があり、大体のアイスクリームは好きですが、私の中で特に好きなアイスクリームはミントが入ったアイスクリームが一番好きですね。ミント特有のツーンとした爽快感の感触はたまらなく美味しいので年中食べてもいいほどです。あとは期間限定で少し高めになりますが、いちごの果肉が入ったアイスクリームは好きですね、ということでございます。あ、いちごの果肉いいですよね。そうですね、あの食感がね、なんかあの、ね、いい感じで、これプニュプニュっとするような感じがありますよね。ちょっと幸せな気分になります、うん、はい、はい、ありがとうございます。続きましてですね、アイスクリームのテーマで紹介します。はい、シュプリームさんですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ただいま我が家の冷凍庫は開けるたびに幸せな気分になります。そしてお約束のアンパンマンドキンちゃんアイスを両刀食いするほど好きな嫁は、都内のコンビニを探し回り、ないとガチで怒っていました。
そうなんですよ。あのドキンちゃん。アンパンマンアイスとドキンちゃんアイスは、沖縄県、沖縄明治さんが作ってるんで、ないんですよ、こちらには。そうですよね。あの、王子ね、あの、アンパンマンアイスは知ってるんですけど、ドキンちゃんアイス知らなかったですね。ドキンちゃんアイスはね、なんか何だったかな、いちごだったかな、なんか。やっぱり味が違う。味違うんです。でも、好きですね。でもなかなか最近食べてないな、はい、はい。続きましてアイスクリームのテーマでもう一つ紹介します。はいはいはい、ラジオネームは、フルムン新一さんです。ありがとうございます。アイスクリームというよりはジェラートなんですけれども、地元読谷村で人気のイタリアンカフェイゾラの旬の食材を使ったジェラートが人気です。実はイゾラはパスタやピザやリゾットもすごく美味しくてティラミスも絶品。最近はジェラートしたいですがタイミング良ければランチも超おすすめですということで。そしてですね続きが、はい、ジェラートといえばあるイタリア人に教えてもらったのですがジェラートに生クリームをトッピングするのが通らしく試してみると本当に美味しかったです。皆さんもジェラート屋さんで生クリームを扱っているところがあれば一度お試しくださいということです。うん。え、生クリームトッピングしたことない。ない。ないですね。ない。ない。けど、試してみたいけど絶対美味しいと思うな。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。いや、イタリアンも最近行ってないですね。うん、なかなかね、こう、ね、王子はね、アイスクリーム食べる機会がね、少ないんですけども、でもそういうね、はい、お話聞いてね、ちょっと一回食べてみたいなというふうにね、思いましたね。うん、ねえ、もうアイスクリーム大好きですよ。はい。はい。続いてですね。ということで、はい、今週のテーマの自転車でいきますか？はい。そうですね。はい。では、いいですか？はい、はい、どうぞ。こんばんは、名越まなです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のテーマは自転車。私は今日はママチャリを所有。あ、すみません。私は今はママチャリを所有。これは年末のくじ引きで当たったもの。すごい、うん、くじ引きで当たったんですね、うんうん。しかし、まだ乗ったことがありません。あら。中学3年間は自転車通学だったので、自転車は乗れますが、長年乗ったことなくて、先日、同世代の女性が自転車で転んで腕を骨折したのを見て、なんだか怖くなりました。それで、相方が乗るみたいですが、やはり転ばないか心配ですよ。なので、私は眺めておくことにします。若い時にはバイクも乗っていたのですが、星には勝てませんね。それではこの辺で、ということで。そうなんですよね。自転車ね、うん。たまにね、まあ、ね、なかなか乗る機会なくなりましたけども、うんうん、こう急カーブをね、スピードつけたままね、回ると多分こけるんだろうなって。うん。ね、王子そう思いますね。私、なんていうんですか、川の橋を渡って、その橋を下るところで、うん、ブレーキのワイヤーが切れたんですけど、あらまあ、そしたらそのままコンクリートの壁に、顔面を強打しまして激突したんだ。はい、もうそれで顔が腫れたって言って外科に行ったんですけど、うん、外科の先生がいや元の顔がわからないからどれだけ腫れてるかわからないって言われたんです。え、普通わかるよね、ちょっとは ね, ねっていうね、思い出を思い出しました。なんか痛そうな話ですね。いや、もう自転車の思い出急に思い出したわ、島田さんのメールで。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてですね、あら、ヘイ名古屋のヘイヘイ、名古屋のシャトーモンテシールクーハンルートンギャザンダンサーさん、手前味噌最高、メトラヒッチハイクスキーさん、なんか複雑な名前、複雑ですね、はい、でその次はですね、その他の人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 ということは、このその他の人は私でございますね。はい。ありがとうございます。その他の人にされてるよ。はい。もしかしたら、もしかして、旧名古屋初メールのひーふーみーです。ごっくんちょー。ごっくんちょ。ごっくんちょ。違うかって。笑ってますよ。笑ってますね。ご自分で笑ってますよ。はい。そして自転車。ひーぶーさんじゃないけど、小学生時分、ウィリーとか、ジャックナイフとか、アクロバティックな技ばっかり練習した自分です。大人になって後輩のヒーローがグレションしそうなくらい楽しそうに自慢してきた新車の自転車を
ものの5分でジャックナイフしてリアリムグナラスタ剣が脳裏から離れない。誰かヒーローにまたまだ謝っていない俺のあの記憶を削除してくれということでございますね。これ壊したんですね、かなり、うん、ということでございますね。壊したなんか周りくどい言い方になってるけど、壊したけど大破したっていう、うん、ああそうか、そういうことなんだ、はい、そういうことで、はい、あのちゃんとあのその他の人が読みましたよ、はい、ありがとうございました。根に持ってるでしょありがとうございます。ありがとうございます。ツイキャスの方ですけれども、ギネスさんこんばんは、埼玉の郷さんもこんばんは、こんばんは、スプリームさんもダンサーズスタジオの皆さん、王子ファンの皆さんこんばんは、こんばんは、おがちからもしさんこんばんは、青森からツイキャス見てます、ありがとうございます。スプリームさんがリトルプリンスで笑ってなってるけどいいでしょね、うん、雷の話だね。そうそう、で埼玉の郷さん、へそ取られる前に口取られるそのオープニングね。ああ。そう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 。で、ラントさんが愛知の名古屋とは関係あるんですが、かって聞いてますけど、はい、名古屋からやっております。リモート放送です。はい、名古屋から。名古屋から生放送です。はい。大勝からもさん、夜の雷びっくりしますよね。これはもう自然なのでしょうがないですよね。ということで、ね、もう生放送だから仕方がないですよね、これは。はい、なんかいろいろびっくりすることありますよね。ね。ヒカルさんが自転車乗ってる時にタイヤがパンクして転んで、それ以来乗れなくなりましたって。あ、やっぱりもう転ぶと結構トラウマになりますよね。うんうん、ね、あ、ナティナチコさんも、あ、なんかスマイルマークと四つ葉のクローバーマークになってます。埼玉の郷さん、うん、僕も仕事終わりに会社の茨城県から自宅にある埼玉県の道中、目の前が雨で真っ白になりましたってことで、関東も降ってるってことですね。うん、そうなんです ね。梅雨入りしましたね。ね、泉佐野の特急佐野さん、こんばんは。こんばんは。あ、ギネスさんが、車に乗るようになってから自転車乗ってないな、ももの筋肉がかなり落ちた気がするって。そうなんだよね。もうね、タランタランになっちゃうから。タランタラン。埼玉の郷さん、イゾラさん、美味しいですねっていうことで、行ったことあるってことですね、読みたんですけどね。うん。うん、で、カープボーイさんがね、皆さんこんばんは。今日のテーマ、自転車。小学生の時に BMX アドベンチャーっていう映画のビデオを見て、BMX を買っていろんなところに走らせに行ったけど、映画みたいなことはさすがにできなかったな。あれはやっぱり映画だって。やっぱりあれなんですかね。このアクロバティックな、そういう、なんていうの、うん、技がやってみたいってことなんでしょうね。ねえ、ちょっと映画見るとね、できそうな気がしちゃいますもんね。なかなかね、あの ET のようにね、空飛べるのかなと思ってね、なかなか声でも上まで行きませんね。それは難しいでしょうね、満月をバックにね。だよね。はい、ということで、メールに戻りますね、はい、すいません。はい、はい、ラジオネーム、愛媛のしんちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、自転車ですが、職場まではおよそ10キロ。車で出勤していたんですが、週に何日かは自転車で通勤することになりました。会社から通勤手当が安すぎるのと、はい、ガソリン価格が高いため、うん、車で出勤すればするほどガソリン代がかさみ、通勤手当以上にガソリン代がかかってしまうので、自転車出勤の日を作りました。天気が良く、残業がないことが予想される日に自転車で出勤しています。出勤途中にカレーパンが美味しいお店を見つけたので、自転車出勤した日には自分へのご褒美としてカレーパンを購入していますということです。あの、なかなか、その、健康的でいいですよね。でも、カレーパン食べちゃうんだけど。そうなんだよね。そう、そこなんだよね。プラマイカロリーゼロみたいなところありますよね。もうね、パワー出しすぎて腹減っちゃうみたいな。ね、でも、確かにね、カロリーはね、使いますもんね。うん、そうですよ。で、まあ、ガソリン代が行くということで、あ、でも、ガソリン代がカレーパン代になっちゃうのか。そうだよね。それがね、カレーパンが1個買うのがね、2個になって、3個になって、どんどん増やすかもしれない。いや、3個ないと思うけど、でもね、やっぱりなんか楽しみって大事ですよね。そうですね。はい、まあ、それをね、カレーパンから今度はね、クリームパンも買ってください。なんでなんか、ちょっとこう、ピリ辛があったらね、ちょっと甘いのも欲しくなるじゃないですか。でも、ちょっと疲れたら甘いのもいいですよね。うん、そうなんです。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いてですね、はい、こんばんは、モーラです。はい、ありがとうございます。最近の沖縄は梅雨明け間近で、毎日のように一度はバケツをひっくり返したような
雨が降っています。ああ、そうなんですよ。沖縄結構ね、うん、あの冠水したりとか、うんうんうん、最近ちょっとドカッと降りますよね。ね、さて、はい、今日のテーマ自転車。はい、この頃自転車にはまっていますよ。僕にとってはタイムリーなテーマです。家の中で乗る自転車です。わかりますか？あ、なんかあの自転車漕ぐあれですよね。健康ここマシーンですよね。うん、最近デスクワークが長くなって少し、うん、綿が出てきたのでダイエットのつもりで約1ヶ月ほど前から夜な夜な汗を流しています。まだ成果は現れていません。あ、綿ってあれでね、お腹のことで、ま、そうちゃんと書いてありますね、はい、綿お腹でございます。あのね、結構このマシンっていうのはその、うん、乗馬っていうんですかね、このお馬さんの動きする機械もあります。あ、なんか昔、うん、今もあるの。そうそうそう、なんかあのロデオマシンみたいな感じかな。なんかありましたね、うん、最近じゃなくてちょっと前に見たような気がする、うん、あれはと体幹を鍛えて、あとこうお腹周りをね、あのできるっていう風に、ね、聞いたことあるんですけども、王子やってみたいなと思うんですけどね、うん、なかなかその機械を見る機会がなくてですね、お馬さん、本当のお馬さん乗ろうかなと思うんですけど、うん、いや王子だから本物のお馬さんの方がいいんじゃないの、うん、そういう白い、うん、白いね、あの、まあね、うん、そうだね。でもなかなかね、あの白馬にはなかなか乗れない、乗れないんですよね。あの白いあのトラックっていうのはね、うん、トラックっていう名前のねお馬さんがいますけどね。いやでもね、その白馬も便利ですよね。そうです。ね、うん、我が家の庭のね、そういろいろあの活用できます。庭の木のね、切る土台にしたりね。そうそうそう。用途違って。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、はい、一旦 CM に行きまーす。はい。CM でーす。キウナゴヤ。これが奥に入った。俺録音忘れちゃった。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備、塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。どういうこと？とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわーっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。ベニーも大好き。詳しくはまこともち店で検索。キウナゴヤ。今日はあのメールの方をご紹介いたします。はい、はい、じゃあちょっと私の方から言います、ね、はい、お願いします。どうぞ。はい、はい、はい、ラジオネーム葛飾の、あ、間違えた。ちょっと待って、あれ、いきます、なんで殴った。失礼しました。どうしてリスナーさん殴っちゃダメじゃん。皆さんこんばんは。
葛飾のちんと申します。初めて投稿します。ありがとうございます。テーマ蹴ったマシーン。これわかるから蹴ったマシーン。蹴ったマシーンって蹴ったマシーン方言だよね、うんうん、名古屋ではですね、蹴ったマシーンのこと、自転車のことを蹴ったマシーンって言うんですけども、うんうん、実はですね、私も実はこの蹴ったマシーンで蹴った蹴ったって言ってましたけども、はい、懐かしいですね。私は中学時代自転車通学でした。その時に自転車の乗り方を厳しく指導された結果、周りの自転車の乗り方が気になります。例えば歩道を自転車で飛ばしたり、歩行者にベルを鳴らしまくったり、無灯火だったり、最近だとスマホを見ながら走っていたりする人や、信号無視も見かけます。さすがに手信号をしろとはまでは言わなくても、自転車は軽車両なので乗り方はきちんと学ばないと危ないと思う今日この頃です。いや本当そうですよ、軽車両ですし、うん、危ないですよ。本当言うと歩道は NG なんですね。そうそうですね、本当は歩道は NG なんですよね、うんうん、ただ場合によっては通行してもいいということで、うんうん、通行をしてもいいけども通行しなければならないじゃないので、うん、これおっしゃる通りですね、うん、はい、本当自転車も凶器になりますから気をつけたいと思いますね。そうですね、はい、最近はですね、やっぱ街の中でね、ウーバーイーツね、で今、うん、企業名言っちゃったね。あ、そうですね。はい、いいです。で、よくそれでね、乗ってらっしゃる方いますけどね、ちょっとやっぱりね、危ないなと思うようなね、運転される方がいますんでね、はい。もう王子もね、もう怒っちゃうぞと思いながら、その後ろをね、ミニスカートでね、で、自転車動いてるお姉ちゃん見るとね、それ見てる方が危ない。反応しないね。いや、ちょっとごめんなさい。もうね、ということで、ダンサーズの。すいません、ね、ちょっと、ツイキャスがいろいろと。葛飾のチンさんのため。はい、すいません。なんで交換をあれにしちゃったの。すいません、あれなんか暴力。葛飾のチンさんが、はい、ツイキャスでマジか殴られたって。ツイキャスでちょうどチンさんが殴られたって、R&K のパパさん、埼玉の郷さんも暴力ってなって。カップフーさん、今日は皆さん雷に魂をおかしくされています。そうだよね、本当に久しぶりにね、ダンサーズのね、メール読んでる姿見ましたけどね、どうしちゃったんだろうね。久しぶりに読んだらいきなりこれだからね、うんうん、メール読みが暴力沙汰になったという。、はい、そうなんですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてですね、はい、お願いします。泉さんの特急サザンです。ありがとうございます。自転車は通勤時に使っています。自宅マンションから約20分かけて会社に通勤しています。以前はマウンテンバイクに乗って通勤していましたが、雨の日など濡れるのが嫌なので、マウンテンバイクのメンテナンスが大変なので乗るのをやめました。ちなみにマウンテンバイクの値段は10万円でした。じゃあまたやー。すごい金額ですね。高い。もうその辺に置いとけない。やっぱりね、高いものは大事にね、したいですもんね。ね、まあ、濡れた時のメンテナンスもね、大変なんでしょうけどね。ね、もう絶対錆びさせたくないですよね。そうそうそう。ね、もう王子の場合はですね、もうこの生身が大事ですので、いろんなところが濡れると大変っていう。はい。え？はい、一旦ジングルです。はい。はい。はい、メール紹介します。はい、はい、ラジオネーム埼玉のゴーです。ゴー、ゴー。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな、みんなそんな反応なの？はい。早速ですが、テーマの自転車。僕は田園が広がる地域に住んでいるのですが、子供の頃によくマウンテンバイクで田んぼに入ってはオフロードコースとか行って遊んでいました。よくない子ですね。雨が止んでからでもマウンテンバイクでさっそうと飛ばしていましたが、天罰が起きました。通った後のぬかるみに滑ってしまい、マウンテンバイクが田んぼにイン。
綺麗にはまってしまい、友達の親にお願いしてトラクターで引っ張り出してもらいました。自転車は友達の家で洗いましたが、服は泥だらけ、こっぴどく叱られたのを覚えています。あ、まあ、でも、ね、トラクターで引き上げるところがいいですね、うんうん、あの田んぼらしい感じがします、ね、でも田んぼでね、よかったこともありますよね、その、ね、自転車からね、あの、傷まずに済むっていうこともありますもんね、うん、あ、そうか、洗い流せば大丈夫みたいな、うん、でも服はね、お母さん怒るでしょうね、怒るだろうねドロドロになって ね、何事かですよね、うん、そうね、あの体操元気に遊んじゃったのみたいなでもいいですよね、はい、いい思い出ですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、うどん県大好きさんからです。ありがとうございま す、はい、ございます。私は高校生の頃、商店街で自転車の鍵をなくしたことがあり、結局見つからず家まで後ろのタイヤを持ち上げて帰りました。とても重かったです。鍵は翌日からスペアのキーを使うことになりました、ということでございます。あのね、こういうのなくすと大変ですもんね。まあ、まだね、こう車輪が動いてこうコロコロできるからいいですけどね、そうじゃなければね、担いで変えないといけないっていうね、大変なあの事態でございますよ。うん、うん、うんって、反応なんか、薄いね。そう、うん、そうって、非常に薄いですよ。いや、まあ、たまにはね。うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、で続きまして、君名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。今週のテーマ、自転車。自転車は環境に優しく健康にも良いので私も所有しています。しかし今の決まりで自転車は車道を走らせてはならない車両扱いなの、うん、車道を走らせなければならない車両扱いなので正直運転怖いです、うん、なので、うん、せっかく所有しているのですが乗る機会を持てていません。一方、さっそうと自転車で車道を走る方々にすごいなと思いもしますが、車で運転するこちら側からとすると、そばを車で横切るときは怖いですね。やっぱりさっきの話ですよね、うん、自転車運転する方々も怖いと感じているはずだよなと思います。沖縄でも自転車専用道路などのインフラ整備がもっと充実してほしいなと思います、ということで。そうですね、もう安全にね、自転車をね、乗っていただきたいなと思いますね。はい、ですね。はい、はい、はい、それでは、あれ、もうエンディングの時間ですか。早いですね。早い、じゃあエンディングです。はい、来週のテーマは悩む。来週のテーマは悩みです。この番組は沖縄の紅芋丸焼き、誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリスト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ペーターさん、あ、目が濡れた、パシパシ、はい、死ねば諸友さん、ギリギリ間に合った、こんばんはって、もうこんばんは、はい、ということで、そうです、はい、ということで、はい、皆さん来週も聞いてね、来てくださいね。閉店ガラガラ。はい、はい、はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。葛飾の陳さんの効果音を用意したのに、はいはい、間違えました。懺悔です。失礼いたしました。びっくりしちゃうよね。ね。失礼しました。もう、ちょっと笑いをこらえるのに、うん、ちょっと涙が。押し間違えました。いや、もうこっちね、陳が来るもんだと思ってる。そう。バシッていうか、あれいきなりリスナーさん殴らないで。はい、ということで。はい、また来週。ありがとうございます。